皆さんこんにちは。前回にお送りしましたので、今回は空中庭園さんです。早速始めていきます。サブが信長 X と十三君を手に入れましたのでようやく全員で挑戦できるようになりました。空中庭園は貸し物ができませんからね。さて、このステージは敵に触れるごとに攻撃力アップです。激種変化パネルもあります。ステージはまずゾンビ処理。まあマジシャンたくさん倒せたからよし。ミト紋章はこんな感じです。右側のスペースが寂しかったので、キャラ入れることにしました。デザイン全部素敵ですね。さてゾンビが1体処理できました。次のゾンビは蘇生がないので、倒しきりたいところ。やはり敵の数が少ないとなかなか火力出ませんね。これでこのステージはほぼ突破。さて捨て身です。ここは羅刹の同時処理。下るときは下ります。激種変化パネルの位置が絶妙なんですよね。こんな感じで HP 調整しておくと倒しやすいです。蘇生はしますが回復はしませんので。完璧なルートでした。さて、ステさんです。ここはボスが硬い。早めに雑魚処理をしておきたいところ。さてここからが本番です。敵を経由して攻撃力を上げた後、ボスに挟まります。このルートがなかなかむずい。簡単には行きませんので、気長に狙っていきます。難しい。けど少しずつダメージ入ってます。徐々にボス HP 削れているし、ターンも余裕ありますので、本来あまり得策ではないですがノンノの SS 打ちます。結構ダメージ入りますね。このやり方案外いいかも。ノンノの SS は羅刹同時処理、捨て身で使うこと多かったので盲点でした。少し危ない気配がするので、十三君の SS 打ちます。この追撃、本当にいいですよね。ここまで来れば、なんとかなりそう。
このショットがもっと早くできていたら。ステ4です。ここもゾンビ処理。そんなに難しくないですが、敵の数も多いのでなるべく迅速に。次蘇生ある方のゾンビやれたのはでかい。あら、ゾンビ残してしまいました。結構復活しましたが、毎ターン蘇生じゃない分優しい。と思ったけど、ちょっとぐだりそう。そんな時はすぐ撃っちゃいます。この時 SS 撃っとけばという経験が多いので、基本 SS 判断は早め、早すぎ、です。さて無事処理完了。ボス戦です。やり方は基本同じ。ラスゲがちょっと難しいです。全然ダメ。迷ったらすぐ撃つ。倒したらすぐ刺す。それが鉄則だ。めちゃ削れました。ターン余裕あるので結構適当に弾いてますがなかなか削れてますね。さて、のんのちゃんはロマン砲、飛ばし狙いたいところ。が、位置が微妙なので自ターンに取っときました。とはいえ、どうやっても倒してしまいそう。このアリの声、がすごく好きです。なんかかっこよい。さてラスゲです。まずは羅刹の同時処理。いい感じかも。ルート考え中。ここは結構悩む。無事処理できました。ただし、難しいのはここから。ボスの弱点が上に出ます。挟まりに行くのがなかなかむずい。ノンノは先ほどの戦法に味を占め、SS 撃ちます。結構入りますね。普通に強い。鋳造くんの SS も溜まりますので、いけそう。ここ、直で行ったらどうなるんだろう。え、やば。
強すぎでしょ。さて柔道くんです。いけるかな。地雷も怖いので回収しながら行きたいところ。そこまで入りませんでしたが地雷は回収成功。いや追撃強すぎな。パックも残っているし余裕かも。お手本のようなルートで勝利。これがいつもできたらな。さて、これで無事3もクリアです。次回は4。キャラが揃ってくると、めちゃ楽しいですね。やっぱり空中庭園の一番の難関は、キャラ。そや課金要素ですから当然の流れですね。キャラがいるだけで色々安定するとなると、欲しくなりますね。汎用性の高いキャラもいいですが、やはり高難易度で刺さるキャラがピカイチ。カードや発毛ガチャなど、駆使していきましょう。今のところ順調ですが、この後から結構苦戦します。苦戦しながらもずっと楽しくやってました。久しぶりにモンスポットを意識した日々となりました。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。